네, 이번 시간에는 키워드로 보는 3사와 스포일러 시간입니다. 자, 앞에 이제 보고 계시는 키워드 중에서 이렇게 하나씩 우선 뽑아봐 주시겠어요? 네, 한번 보겠습니다. 키워드. 本日は観光パート2の、トークショーの続きですね。いやもうメイキング映像ももう二つ目出てるし、もう本当に観光のスタッフの皆さんは行動が早いんですけど、すいません、僕もね、夕方まではね、会社員やってて、で、最近、忘年会も多いので、残念ながらですね、全部はアップロードできず、選ばせていただいて、皆さんが一番見たいものってなんだろうなと思った時に、まあね、あともう、あさってには、土日にはね、3話と4話が始まるので、で、このシーンはですね、キャストたちが、その選んだ言葉で、3話と4話のネタバレを自分なしで言うっていうね、トークショーなんですよ。なので、ぜひ皆さんに興味持って見ていただけるんじゃないかなと思って選ばせていただきました。なので、最後までぜひ見てくださいね。あとはですね、この右上にある画像はですね、韓国のグッズをね、皆さんに送らせていただいてまして、まあ、選んだ画像をもとに、グッズを作り、で、アンケートに答えていただいた30名様に、抽選でご自宅までお届けするっていうキャンペーンみたいなものをやっております。ですので、概要欄に詳細書いてあるので、ぜひ概要欄の、リンクをクリックしてみてください。では、続きをどうぞ。어떻게 키워드 고르셨나요? 저는 돌부처요. 돌부처. 저는 까나리입니다. 까나리. 네. 저는 완장입니다. 완장을. 저는 증인이요. 저는 모질이 동물을 골랐습니다. 아 진짜 모질러 보이긴 하네요. 네. 저는 거북이를 골랐습니다. 나로ですね. 여기에 나오는 키워드가 3화, 4화를 대표할 포인트가 될ということですね. 左からマンジャンヘは、まあ画像の通りですね。こう、偉い人たちが集まって、で、何かを決める会議のことをマンジャンヘって言いますね。あと、チュソプサっていうのは、まあご覧の通り。ブレスレットですよね。ナックスがどこに逃げてもわかるような魔法のブレスレットでしたね。あと、本人っていうのは、婚礼のこと言ってますね。と、歌舞伎は、亀と。京城デオは、まあ、京城デオを知らない観光ファンの方は多分いらっしゃらないですね。ケガンジュは、酒の、一種僕は飲んだことないんです。で、左下ですね。中人は、町人。ウミャオ。ウミャオもね、知らない方はいらっしゃらないでしょう。あと、かなりは、正直、韓国語でかなりって言われても、どんな魚のこと言ってるのかわからないです、魚の一種ですね。あとは、もじりどんぐ。これは、頭の悪い友人同士のことを言ってます。で、クックス。クックス、皆さん食べたことありますか？韓国に旅行に行ったらぜひ食べてみてください。大好きです。あと最後にトルブチョですね。石仏と。というので、このキーワードが3話、4話を代表するらしいですよ。まあ、あさってから見れますからね。こっから、まあ、要は土曜日、日曜日見るときに、ああ、だからここで出てたんだっていうのがね、わかるかもしれませんね。で、この赤い丸となっているものをこれからみんな説明してくれるので、続きをぜひご覧ください。どうぞ。じゃあ、これで저희가이렇게하나씩얘기를해봤는데、이키워드를뽑은이유와앞으로의관전ポイント、한번나눠볼까요?
거북이. 자, 거북이고 실제 이제 살아있는 거북이입니다. 거북이가 나오고 네, 거북이. 거북이 기나리마스네. 난데 고마워와 곤나니모 喋れないんでしょう. 亀が出てくるのかな。ね、ペットになるのかな。なんでこんなに喋れないんだろう。まあ、すごいネタバレに、があるんでしょうね。だから、こんなにもね、喋れないぐらいすごい秘密が隠されてるのかな。どうなんでしょうね。いや、すごく見たくなりますね、やっぱね。부연이를처음만났을때어디서본것같은데라는그런기시감을계속뭔가를떠올리는데어부연이와유리의그사이가모지리동물로정리가됩니다근데제가옆에서이뭐대본봤을때나현장에서도보면진짜둘다모지를진짜그냥많이모지를 그냥딱모지리동물들인것같아요캐릭터가너무잘어울려요맞아요これはね予告でもね出てた通りねこのブヨンと、ユルがね、一緒にいて、ユルがこう、方向音痴で、道に迷うっていうシーンが出てたから、だから、この二人の、こうね、ちょっとアホっぽい演技が、この、モジリドームになったんでしょうね。まあ、早く見たいな、やっぱりね。すごい気になります。저희가혼인을하였습니다모두축하해주십시오그혼인을증명하기위해부연이가엄청난증인을데려와요이거진짜대박이다이건정말네엄청난빼도박도못하는증인을데려오는데아마그증인이누군지기대하면서봐주셨으면좋겠습니다증인난데쇼네미나산와와카리마스카いい先生なのかなでも、もしくは人じゃないかもしれないですよね。なんだろうなぁ。いやぁ、わからないです。これはもう見るしかないです。誰が証人なのか、もしくは人じゃないのか、本当に気になりますね。완장에로인해서이제부연이와어떤대환장커플정말치고받고많이하는커플의이제서사의시작이아마만장애가될것같아서이건네一番見たいシーンと言っても過言ではないんです予告でもねすごいかっこいいチャンオクが出てたし結局チャンオクはポリシーの力を使ってみんなを黙らせるじゃないですかだからそのシーンはね、迫力あるんだろうし、しかもね、結局ブヨンを連れて、夫婦になるので、これはね、多分3は最初からまあね、出ると思うんですけど、もうこれはもうみんなが見たいシーンの一つじゃないですか。박지인이귀농을하면서인문학적으로상당히많은접근을하고있어서아마환원을보시면서아이게인문학에대한공부를과연할수있을까라는생각하시는분도이박진의대사를써보시면아이게이렇게접근을할수있겠군なるほどですねこの총수の下手な料理っていうのは単純なまずい料理じゃないってことですよね、この人文学的なメッセージがあるらしいですよ、まあ、それがね、回を重ねるたびに、まあ、伝わってくるのかどうかですよね。いや、本当にチョンスは癒しだと思います。저는이제우리장옥도련님을보살피기위해서결혼을포기한상태인데처음으로우리박진선배의남자다움이보여지는그런신이나옵니다그동안에는말도잘못알아듣고내사랑을막표현을해도잘그러니까엉뚱한거를엉뚱하게받아들이고했잖아요근데이번에처음으로나는돌부처는아니요なるほどですね二人の恋の行方は
볼 부처 ではありませんと、いうことを言ってますね。なるほど。ハッピーエンドに向かって進んでいくという発言をされてますね。いやー、楽しみです。この二人はもう本当に最高ですからね。最高の癒しの二人ですから。うん。この二人の恋の行方がどんどん進んでいくと。うん。いやー、楽しみですね。間違いないですね。うん。まあ、というキーワードらしいです。このキーワードをもとに、今週末も3話、4話楽しんでいきましょう。ではまた。